ダントルカス島はフランス海軍の防護巡洋艦である。同系艦はない。1902年の本艦の武装、装甲配置を示した図。船体形状は当時フランス海軍が主力艦から警官艇に至るまで主に導入していたタンブルホーム型船体である。これは推薦部から 上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、船体重量を軽減できる船体方式で、他国では、帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、推薦下部の艦首、艦尾は著しく突出し、かつ、原則艦板よりも推薦部装甲の部分が、 突出するといった特徴的な形状をしている。このため、水旋下から甲板に登るに従って船体は引き絞られ、甲板面積は小さくなっている。これは、美法の社会を船体で狭められずに広い社会を得られることや、当時の走行配置方式では、船体の前後にまんべんなく、走行を張る全体防御方式のために船体が短くなれば、 その分だけ装甲を張る面積が減り、船体の軽量化ができるという目的に取られた手法である。本艦の船体形状は全球と同じく間元限の高い艦首から低い艦尾までなだらかに傾斜する平ら貫板型船体である。水面部が突出した艦首から艦首貫板に 24cm 単素手砲等が一気。 下部に司令塔を組み込んだ環境から短脚式のマストが立つ。全部マストの後部には3本煙突が立つが、フランス海軍伝統の間質分離配置のために2番煙突と3番煙突の間は若干離れて並び、3番煙突の手前に箱型の通風塔が1本立っている。煙突の周囲は関西艇置き場となっており、2本1組の ボートダビットが片言4組の計8組により運用された。後部甲板には簡素な後部マストが1機と24センチメートル主砲塔が後ろ向きに1機である。船体の原則部には複砲が棒立てのついた単装砲がで片言4機ずつ計8機配置した。ポーランド海軍。 バウティク時代の本館ラセーヌ造船所で1894年9月に寄港、千八1896年6月に、浸水、1899年に収益。1927年に除籍され、ポーランド海軍に売却、クルルブ・アディスワフ4世と改名。バウティクとサイド改名後後に1930年4月1日付で、正式に海軍へ配備。 1939年9月1日にドイツ空軍機から爆撃を受ける。修理後にドイツ軍に接収されて倉庫艦として使用され、1942年に解体処分された。ありがとうございます。